はい、どうも三月でございます。ですね、先日なんですけれども視聴者さんに、こういうコメントをいただきました。ですね、クリートアダプターをつけなきゃダメでしょと。クリートアダプターは何かっていうと、ですね、ビンディングシューズ、これのアダプターなんですね。ということで、このコメントをくださったスペシャライズドさん、ありがとうございます。早速購入いたしました。じゃん、出ました。これがクリートアダプターでございます。さあ早速開けてみましょう。お、よよよ、お、こんだけですね。これですね、これ見えますか。これがクリートアダプターですね。ほうほうほう、なるほどなるほどと。そうなんです、僕のやつがね、今こういう感じで直付けなんですよね。直付けだと壊れますよと。確かにね、歩くと本当にもう全盛期のマイケル・ジャクソンみたいになってたんで、これ変だなと思ったんですけど、こういうのがあったんですね。ということで早速つけてみたいと思います。あ、これ穴のところに直接こう当てる感じですね。あ、こういう感じですね。見えますか、こういう感じで、この上にクリートを、ちょっとただいまトラブルが発生しております。厳しいな、世知辛い世の中ですね。とはいうもののとはいうもののちゃんと、お、お、あるじゃない。おお、よかったよかった、あるじゃない。おお、これね、標準の今ここについてたやつをそのまま取り付けようと思ったんですけど、このね、長さがね、クリートのこのね、長さが、このネジの長さが届かないっていうスーパーミスかなと思ったら、箱の後ろにこうやってネジセットが入っておりました。おお、よかった、びっくりした。ということで、これを使うと、これを使うと入るということなのかな。入る、入りました、入りました。あ、なるほどですね、そういうことですね。一応これ上にもつけちゃった方がいいな。穴がね、こうあるんですけどね、今とりあえず上の方つけてみようかな。ほうほうほう、お、違和感なく、おお、そういうことですね、よかったー。今この付属されてたネジを使ったらしっかりとね、フィットしました。よし、こんな感じで今ね、取り付け間もなく完了ですね。おっ、おっ、よっ、しっかりとクックッとこうね、クックックッという感じで、じゃじゃん、お、こんな感じで取り付けもらいました。おお、あ、いいな。これであれですね、 SPD-SL にするまではこのアダプターでね、こうやってちょうどこのね、クリート部分をガードするということになりますね。なるほどなるほど、おお、これはいい仕事だ。なるほどな。じゃあこれをつけてですね、今日僕走っていきたいと思います。ということでね、いや、あのアダプターの情報をくださったスペシャライズドさん、ありがとうございます。こういったね、僕ね、素人なんで新しい情報たくさんありましたらですね、どしどし、コメントの方によろしくお願いいたします。もしよかったらでいいんで、こういったボタンもですね、クッキッとやってもらえると大変励みになるでございます。ということで、本日358でございました。走ってきます。